行くぞ不動優勢。お前のスターダストドラゴンはいただいた。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。パラドックスです。さあ本日なんですが、新デッキですね。はい、新デッキやっていきましょう。本日は、新デッキどういうデッキかっていうと、まあ、あの映画のね、あの超融合時空を、超えた絆だっけ、なんかちょっとタイトル忘れたけど、なんかあの遊戯さんと10代さんとあのゆうせいさんが、まあ、協力してパラドックス倒す映画ですね。あれで出てきたパラドックスっていう、まあ、田村敦さんがあの声優をやってらっしゃるキャラクターの、まあ、デッキですね。これね、あの致命的な弱点を抱えてるんですよね、新モンスターっていうのはね。新モンスターはまずフィールドに1体しか表側表示で存在できないっていう致命的な弱点、それから、フィールド魔法が存在しないと破壊されちゃうっていう致命的な弱点この2個のデメリットがある代わりに結構簡単に特殊召喚できて打点が高いっていうのが、まあメリットになってましてね、例えば新サイバーエンドだったら、まあ、4000、これをサイバーエンドドラゴンで、エクストラデッキのサイバーエンドドラゴンを除外しただけで特殊召喚できるとか、あと、新スターラストドラゴンとかだったら、エクストラデッキからスターラストドラゴンを1体除外してると、まあ、特殊召喚できたりとか、あと、新パラダイムドラゴンは、エクストラデッキから新モンスター1体を除外したら特殊召喚できるとかね、まあ、すごい緩い特殊召喚条件があって、しかも打点がめっちゃ高いと。こういうね、打点がめっちゃ高いモンスターが、活躍できる、やっぱ、あのカードっていうのが、まあ、世の中にはありましてね。はい。まあ、これは闇落ちカードと言われてるんですけどもね。はい。スキルドレインっていうカードです。まあ、スキドレシーンって結構強くて、まあ、スキドレ貼れればもちろん強いからさ。まあ、だからこのギミックはね、まあ、ちょっと、あのランク戦で勝ちたいっていう、新デッキを使って勝つっていう目的のためには、まあ、このカードは入れざるを得ないな、という、まあ、結論で。まあ、本当はこんなカード僕入れたくないんですけど、まあ、ちょっと残念ながら、ちょっとランクマしか遊ぶ場所はないんで、マサデルはね。なので、これ入れざるを得ないという話ですね。で、まあ、増字とか裏とか言わずもがないですね。で、新パラドックスギアっていう、まあ、このカードが、まあ、どういう効果を持ってるかっていうと、フィールド魔法カードが表返し表示で存在する場合、こいつをリリースすると、新パラレルギアを特殊召喚できながら、新モンスターを手段に加えるっていう、なんかすげえぶっ壊れ効果を持ってるんですよ。まあ、要は1枚が2枚になるっていうことですね。で、しかもパラドックスギア、パラレルギアが、手札の新モンスターとシンクロできるよっていう、しかもなんかシンクロ先に縛りないんですよね。なんで、まあ、新パックで今度なんかフルルドバロネスとか来るらしいですけど、今まだ撮影日現在3月の28日なんで、まだ全然新パック来ないですけど、新パックが来たら、この、パラレルギアからバロネス出したりとかね、あの要はスターダスト持ってきて、重心強でバロネス出すとかね、まあ、そういう動きができるわけですよ。だから、結構強くなると思う、新デッキは。うん、バロネスが来ることによって。今は、何出してるかっていうと、パラレルギアと、持ってきたパラダイムドラゴンとかを使って、12シンクロして、エクストラモンスターゾーンにファイナルシグマ出してます今僕はね、あのね、こいつエクストラモンスターゾーンにいるとなんか何の効果も起きないっていうのがすげえ強い効果持ってるんですよね。なんで、こいつ出したりとか、まあ、あと10シンクロだったらブラッドローズドラゴンとかね、出したりとか、まあ、シンプルにその新パラドックスドラゴン出したりとかっていう動きをしていきますね。はい、これがまあ、アタッカーとして用意できる。で、まあ、新モンスターは1体しかあの表側表示で存在できないっていう効果があるんだけど、それをこの新テリトリーっていうカードがね、あの補ってくれて、これこいつがいると、新モンスターの持つ新モンスターフィールドに1体しか表側表示で存在できないっていう効果が、1種類につきフィールドに1体しか表側表示で存在できないっていう、効果になりますと。で、さらにバトルフェーズの間だけフィールドの新モンスターの効果が無効化されるっていうことで、新モンスターって、1体でしか殴れないみたいな効果あるんですよ。なんかその効果を無効にしてくれるから全員で殴れるっていうことですね。はい、でですね、まあレインボーはレインボードラゴン除外しないと出てこないんです、基本的には。パラドックスギアがあのこういう新モンスター出すときに墓地から除外するとその代わりにできるよっていう効果あるんで、これでレインボーとか出したりできますね。あと、パラダイムドラゴンは、エクストラデッキから新モンスターを1体除外すると特殊ができるということで、あの新パラドックスドラゴンを除外すると特殊ができるんだけど、これ結構面白いこと思ってて、一旦にとデッキから、新カードじゃ墓地を送ると、まあ、墓地を送るのは基本的には新トゥルースドラゴンっていう新モンスターが開催されたら墓地から特殊ができるよっていうモンスターがいいと思うんだけど、こいつを墓地を送って発動できると、除外されている自分の、レベル8のシンクロモンスターですね、これをデッキに戻して、その後、そのモンスターをエクストラデッキから特殊ができる。要は、新スターダストドラゴンのコストとしてスターダストドラゴンを除外するんだけど、これをね、パラダイムで特殊ができるんですよ。まあ、完全に召喚条件無視ってね。なので、まあ、不動優勢、お前のスターダストドラゴンはいただいたっていうのができるんですよ。なんで、このモンスターは神。それから、まあ、新テリトリーから、発動できる新ワールド。
それから、まあ、アドバンテージを稼げる 強欲で貪欲なツボ、それから新セレクター、これはですね墓地の新カードを除外すると、除外したカードとは異なるカード名を持つ新カードを、手札に加えるっていうことができるんで、墓地コストを使ってアドバンテージを一気に稼ぐことができるんで、1枚か2枚になるカードなんでめっちゃ強いから、まあ、これは入れた方がいいですね。で、他にもね新カードっていうのはいくつかあってね、まあ蘇生カードとか破壊カードとかいくつかあるんですけども、ちょあんま強くないんでこの辺のカードは、ちょっとあの発動条件もありますしね、なんで、まあ、今回は抜きましたという感じですね。で、一番強いフィールド魔法は何かっていうと、テラフォーミングから持ってこれる、これ神縛りの塚、これがめっちゃ強い。レベル10以上のフィールドのモンスターは効果の対象にならず効果打開されないっていうことで、あのライトニングストームとかも効かないですし、まあなんだ、対象に取る効果バウンスとかね、まあ、大体対象取るんでね、基本的にあの遊戯王の効果っていうのは、まあ、こういうカードが守ってくれると。でさらにフィールドのレベル10以上のモンスターが戦闘で相手モンスターを破壊すると1000ダメージを受けるよっていう効果もあるし、こいつが破壊されるとデッキから神属性モンスター1体を手札に加えるっていう、ようわからんなんかその神サポートの効果を持ってるんで、はい、だこれはまあ意味ないですけど、はい、まあ、1番と2番の効果を使って、まあ、あの新モンスターを展開していって、対象に取れない高打点のモンスターで、スケドレ貼って相手の効果だけ無効にしてぶん殴っていくっていうデッキですね、はい、まあ、これが一番強いと思います、新使うんだったら。で、エクストラデッキはマジで出せるモンスターと何でもいいんですけど、まあ、新サイバーエンドはね、 あった方がいいですね。これエクストラめっちゃ高いんですよ。なんかコストにしかならんくせにコストで要求してくるからクソ高えっていうサイバーエンドと、新スターダストドラゴンと、パラドックスドラゴンですね。これはあった方がいいですね。で、まあ、この辺はちょっとお好みでですね、ブラッドローズとか一応その、パラレルギアの効果で出せるから入ってますけども、ここは何でもいいです、あの強ければ、まあ、バロネスが来たらバロネス入れましょう。で、ファイナルシグマはね、あのパラダイムドラゴンとパラレルギアとか、パラレルギアと、まあ、シンクロしていくことによってめっちゃ強いレベル12のシンクロモンスターが出せるんで、まあ、これはあった方がいいですね、はい。で、あとはレベル10が並ぶことがまあそこそこあるので、グスタフマックスとか、レベル10で駆使できる、まあ、ラベノスサランチュラとか、まあ、ジャガーノートとか、まあ、入ってるんですけど、まあ、あんまり出さないかなって感じしますね、この辺はね、はい。それからまあ一応魔法トラップカードの除去がないので、このデッキハーベの羽根動きしかだから、まあトレミアフェニックス入ってるみたいな、まあそんな感じ、はい。あのね、このデッキね、何がいいかっていうと、そんなに考えることないんですよ。そんなに考えることなくて、ひたすらにスキドレ貼って4000打点でぶん殴るっていうデッキなんで、バカでも使える。俺めっちゃバカなんですよ。めっちゃバカなんですけど、俺でも使えるんで、ぜひ皆さんも使ってみてください。早速やっていきましょう。デュエル3。さあ、罪深き世界へようこそ。不動優勢、お前のスターダストドラゴンはいただいた。ちなみに、そろそろあのデュエルリンクスにもなんかあいつ来るらしいよ、パラドックス。知ってた？天遊、あだな。なるほど。天遊者、勇者なし。天遊者、勇者なしできたな。なんかパラドックスがね、キャラクターで新キャラ実装されるらしいよ。デュエルリンクスにもね。やりました、皆さん。パラドックスって皆さんご存知です？一応あれですよ。ゾーンの仲間ですからね。これ何デッキ、これアンデッドシンクロデッキみたいな感じだな。結構ね、パラドックスって特殊キャラクターで映画で出てくるんですよね。ファイブディーズのゾーンのラスボスのね、ゾーンとかアポリアとかの仲間で、一応イリアステルのイリアステルっていうかチームゾーンイリアステルのメンバーなんですよね。で、なんか超融合、時空を超えた絆みたいななんか映画じゃないですか。なんか雄星くんと10代くんと遊戯さんがなんか共闘するやつ、あれで出てくるんですよね。シンっていうデッキを使うんですよ。でそいつの今回はキャラクターデッキです。はい、やばいですね、これ同波数で出てくる感じです、これこれ結構やばいのでは。グローアップブルーム1体でリンクリボー、はい、リンクリボーは許そう。この後さ、グローアップブルームで出てくるモンスター誰？グローアップブルームで出てくるモンスターによるんだよね、誰かな。ですよねやばいね。だよね。スキルドレイン来た。スキルドレインはでけえ。スキルドレインはでけえが、いや高校取ってもうてるんでね。まあでもね、あとテリトリーがないのやばいね。新テリトリーがないのはちょっとやばい。
で、ヴァンパイアサッカー OK? で、ヴァンパイアサッカーの効果、そう。ヴァンパイアサッカーの効果で、増殖する G を俺のフィールドに特殊化する。なるほど、邪魔だな。一応1枚ドローは止めといた方がいいか。一応1枚ドローは止めておいた方が良さそうだな。あんまり関係ない気もしないでもないけど、まあ一応使えるし止めとくか。もうあんまり展開しないと相手。幼女ぶん投げていこう。で、幼女ぶん投げて一応1枚ドローは無効にするか。が、同波数が出てくると。いやー、ちょっとやばめ。またハンドこんだけドローさせてくれたから、ライトニングストーム引けよ、お前。ライトニングストーム引かったら俺怒るぞ、俺。ふざけんなよ。どんだけシーワールド来んだこれ。ふざけんなよ。ふざけんなマジで。シーワールド3枚はないわ。ライトニングストームもなんかテリトリーもなくて、闇のデッキ破壊ウイルス、やばいカード入ってんのおい。自分のフィールドの攻撃力2500以上の闇属性モンスターにリリースしてカードのシールを宣言すると、はい、相手フィールドの魔法トラップカードを相手の手札はターンで数えて3ターンの間に相手がドローしたカードを全て確認すると、そのうちの宣言したシールのカードを全て破壊する。なるほど。でトラップカードを宣言、スキルドレインが破壊されてしまった。まずい。なんかあれなんだ、トラップカードなんだ、魔法カードじゃなくて。まあじゃあ強欲でドヤカツボ発動することはできる。で強欲でドヤカツボを発動してカードをめっちゃ除外してカードを2枚ドローしていく。でクリストロンカリファイバーってか、なんか相手なんか死んねえけどさ、あのドーハスーラとかいうモンスターなんか何ジョって切れたからさ、なんか割と自由に動けるとかあるよね。はい。でライザーね、はい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 。でライザーの効果は発動できるんですか。あーテリトリー来たね。テリトリーが来た、テリトリーが来たのはでかい。マジでテリトリーが目付きの OK。テリトリーがないと、あの大量展開はできないので、まあ、一応来てくれたのはありがたいですね。でテリトリー発動。で新ワールド発動する、新ワールドないんだけど、まあ、新ワールドよりも強いカードがあるわけですよ。紙芝居の使って言うんですけどね、紙芝居の使って言うんですけど、これでレベル10以上のモンスターは効果の対象にならず効果では破壊されない最強のモンスターになる。どっから行けばいいんだ。とりあえずすげえ展開してるからな。俺は不動優勢より奪ったモンスターをゲームから除外し、新スターダストドラゴンを特殊召喚。そしてさらに俺は手札に存在する新パラダイムドラゴンの効果を発動、効果を発動というか、うん、特殊召喚。新パラドックスドラゴンをゲームから除外し特殊召喚。さらに俺は新パラドックスギアを召喚。新パラドックスギアの効果発動。このカードリリースすることによりデッキから新パラレルギアを特殊召喚し、新モンスター1体を手札に加えることができる。これによって俺はこれはまあ正直出せねえからどっちでもいい、新サイバーエンドドラゴンを手札に加えさせてもらおう。そして俺はレベル10の新サイバーエンドドラゴンにレベル2の新パラレルギアをチューニング、シンクロ召喚。現れよ残機、炎残機ファイナルシグマ。そして俺はヒエルカイザー領より奪ったモンスターをゲームから除外し、現れよ新サイバーエンドドラゴン。この圧倒的モンスターの輪にてめえはひれ伏すしかないんだよ。一応これ使っとこう。新セレクター発動。新セレクターの効果により墓地に存在する新と名の付いたカードを2枚までゲームから除外し、デッキより名称の異なる新カードを手札に加えさせてもらうぜ。もちろん新パラドックスギア2体目を手札に加えさせてもらおう。罪深き世界へようこそ。さあ覚悟はいいか、俺様のバトルフェイス。いけ新炎残機ファイナルシグマでアタック。このモンスターはエクストラモンスターゾーンに存在する限り他のカードの効果を受けない。さあお前のシューティングライザードラゴンをいただいた。そして紙芝居の使う効果によって1000ポイントのダメージを受けろ。お前のヴァンパイアサッカーもいただいた。行けパラダイムドラゴンでダイレクトアタック。行けサイバーアイドドラゴン、新エターナルエボリューションバースト。お前の資料をドーハスーラはいただいた。これで新資料をドーハスーラの爆弾だぜ。さあ
お前のスターダストドラゴンをいただく。反動は弱い。ただし強欲で動欲の壺が通った場合ワンチャンある。来い新テリトリー。あ、来た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 、ワンある、ワンある。あ、新サイバーエンドめっちゃどっか行ったな、めっちゃどっか行った。パラレルギアはまだある、パラレルギアはまだある。新パラドックスギアもまだあるな。オッケー。新規そんなに、まあ、サイバーエンド1枚だけいったな。1枚じゃない、あと1枚だな。まあまあまあ、なんとかなる。新テリトリーを発動。新テリトリーの効果によりデッキから新ワールド罪深き世界を発動。さらに俺様は、新スターダストドラゴンを特殊召喚。新スターダストドラゴンはエクストラ地に存在する不動優勢から奪ったカードを除外するとこのモンスターを特殊召喚できる。さらに俺は新パラダイムドラゴンを特殊召喚。新パラドックスドラゴンをゲームから除外しこのモンスターは特殊召喚ができる。そしてさらにこのモンスターは恐るべき効果を持っている。このモンスターは、墓地に新カードを送ることにより除外されているシンクロモンスターレベル8のシンクロモンスターをデッキに戻し、そのシンクロモンスターを召喚条件をなんか無視っていきなり特殊召喚するとかいうヤバすぎる効果を持っている。さあ復活せよスターダストドラゴン。不動優勢スターダストドラゴンはいただいた。残念だったな不動優勢。貴様には絶望の未来を味わってもらうぜ。そして絶望のカードをセット。これで俺はターンを終了 していくぜ。新トゥルース、これもう一体一応出ましたね。あのレベル10か8がいればシンクロモンスターも出ました。ちなみに新テリトリーで発動した新ワールドは効果の対象にはならない、気をつけろ。ゼアルコンストラクション、はいいと。なんかちょっと時空が違うようだな、この知らねえな。なんかこのカードは若干時空が違えな。なんかこのデッキはなんかあれか黒いモンスターを出すデッキか。白いモンスターまでしか知らんぞ。白いモンスターと紫色のモンスターまでしか知らん。俺が知ってるのはヒトデと、クラゲとカニまでしか知らん。さあどうする。あ、アセンドセージ、いいだろ、いくらでもモンスターを展開するんだな。貴様には絶望的なカードをお見舞いしてやるぜ。さあサモンプリストの効果を発動しな。サモンプリストの効果で魔法カードを捨てるとデッキからレベル4モンスターを特殊召喚できるんだろう。知ってるぜそのモンスターは。おっと、希望ホープか、いいだろう。希望ホープが特殊、ホープなんだ。ホープが特殊召喚に成功した場合なんかその何らかのアセンドセージかなんかの効果発動するんだろう。知ってんだよてめえには。これを食らってもらうぜ。新スキルドライブを発動。このカードの効果によりフィールドの全てのモンスターの効果は無効化される。新デッキの何が強いかってこのスキルドレインが一番強いんだよ。新デッキの何が強いってな、このスキルドレインを発動してたら相手は黙るんだよ。大体な4000打点を超えてみるんだな。お前のメインギミックで効果は全て無効化されてるぜ。都合がいい。何がモンスター効果だ。モンスター効果なんていうものに頼っているからこうなるんだよ。モンスター効果に頼らずとも4000打点を出してこのモンスターを超えてみろ。希望をホープレイ、なるほど、いいだろう。その黒いモンスターは知らんがお前の希望をホープもいただくぞ。ちなみにライトニングストームとかいう最強のカードは新じゃねえスターダストドラゴンの効果で無効にできる。つまり今この盤面はハーピーのハリボキやサンダーボルト、そしてライトニングストームというカードもケアできるというわけさ。残念だったな不動優勢。いやつくもユーマ、お前の希望をホープはいただく。何をあがいても変わらない。おっと、ニフセちょっと怖えな。ニフセちょっと怖えな。さあどうする、ライトニングで破壊するか。まあそいつくらいしか、お、そっちでいいのか、まあいいだろ。そいつくらいしか殴れねえだろうな。その効果無効になっているぜ。打点を倍にするとかいう効果無効になっている。残念だったな。まあ1000ダメージくらい食らってやろう。そして俺は新モンスターが破壊された場合手札からライフポイントを半分支払い、絶望のモンスター新トゥルースドラゴンを特殊召喚。このモンスターは新モンスターが戦闘で破壊された場合または効果で破壊された場合ライフポイントを半分払うことにより特殊召喚させることができる。あー、それ2回攻撃んだ、知らなかった。まあいいだろう、この5000パンチマーも止めることができるんだったら止めてみな。私は新ワールド罪深き世界の効果を発動。このカードの効果によりデッキより新カードを3枚相手に見せ、その中からランダムで相手は選び、そのカードを1枚俺の手札に加えることができる。
この効果により私は新セレクターでいいかな、これは新セレクターを3枚選び、新セレクター、新セレクター、新セレクターの中からランダムに俺は1枚手札に加えることができる。さあ、どのカードが手札に加わるかな。おっと、新セレクターが手札に来てしまった。なるほど、世界を終わらせる。新セレクターの効果を発動。新セレクターの効果は、墓地から新カードを2枚除外することによって、除外したカードとは名称が異なる新カードを手札に加えることができる。つまり2枚も手札に加える。何？貴様、4000番食らっていいのか。4000番食らったら俺のモンスターの攻撃でお前は死ぬんじゃねえか。バトルフェーズに移行するぜ。行け、シン・トゥルース・ドラゴンで貴様のシャイニングナンバー39、希望・ホープ・ザ・ライトニングを攻撃。さあ、くたばれ、お前のホープ・ザ・ライトニングもいただいた。あ、それ効果無効。行け、パラダイム・ドラゴン、ダイレクトアタック。未来は変わらないのだよ。つくもユーマとやら、貴様の希望をホープもいただいていく。これで新希望をホープの爆弾だぜ。田村敦史さん、はい、声優やってくれんのかな。なんか今度あのね、あのデュエルリンクスっていうゲームにね、あのパラドックスっていうキャラクターがなんか爆弾するらしいんですけど、田村敦史さんちょっと声優やってくれるのかどうなのかっていう話はあるよね。敦史さんだったら優しいからやってくれそうな気するけどな、どうなんだろう。新ワールド発動するぜ。アツシさんやったらなんかワンある気はする。なんかボイス違ったら嫌だもん、声違ったら嫌じゃない。やっぱあのアツシさんの声でやってほしいよね、基本的には。なるほどね、まあ、ちょっとパラドックスギア召喚する。パラドックスギアの効果を発動。パラドックスギアの効果により俺様はパラレルギアを特殊召喚し、パラレルギアによって新パラダイムドラゴンを手札に加えていく。これスターダストダスムーブするか。不動優勢からいただいたモンスターはゲームから除外し、俺は新スターダストドラゴンを特殊召喚。あれ忘れたけどさ、パラドックスってさ、自分のこと俺って言ってたっけ、私って言ってたっけ。なんか私な気がするな。なんかキャラクターブレブレなんだけど、なんか私って言ってた気がするな。どっちだっけ。いいえ、もう、新トゥルースドラゴンを墓地に送り、ね、スターダストドラゴンはエクストラ金に戻り、そしてそのままスターダストドラゴンを特殊召喚するとかいうインチキ効果。これによりここでいいか、スターダストドラゴンを特殊召喚。さあ、お前のターンだぜ。不動優勢ターンエンドだ。このぐらいでいるしやろ今回は。あの映画久しぶりにちょっと見たくなってきたな。なんかストーリー忘れたわ、どんなそれだっけ。なんか最初はなんか優勢くんがさ、不動優勢、まあ、あの不動優勢の 5Ds 回の映画だと思うんで、不動優勢がスターダストを奪われて、で10代くんとこ行ってゴールドガジェットほう、まあ、10代くんとこ行って、で10代くんの世界をまたいだ後に闇遊戯のとこ行ったんだっけ。なんかそんな感じだった気がするんだけど、だからあんま覚えてないんだよな、昔すぎて見たの。KA2デスシザ、誰やお前、誰やねん。このカードが戦闘によって破壊し、墓地を送った場合に発動、破壊したモンスターのレベル下で500ポイントのダメージを相手に与える。やばやば、レベル10なんだけど、レベル10やばない、レベル10やば、ミニマムガッツ。え、待って、これライフかかったら死ぬな。ちょ、ガチでこいつ誰、嘘。